もうわーんって感じで、はい、意味わかんないこと多分喋ってるんですけど、ああサイコロ判定か、それは確かにそうかもしれない、それだったら納得か、はい。もう眠いよ、もうでも今起きました、今日もう寝る時間がない。いつもなら学校が終わってから4時とかから6時くらいまで寝れるやん、私のルーティーンなんですけど、この時間に寝るとね、もうだいぶすごい疲れが取れます。そこ寝れないし、今日も早く寝れないから、悔しい。どっち寝れない？そんな長い移動がないですから、地下鉄で寝たらおそらく寝落ちしてしまうやろうと思っております。眠たいです。学校で寝るしか学校でも学校ってさ、その落ち着いて寝れないじゃないですか、めっちゃバカみたいなこと言ってるんですけど、頑張る。なんか多分始まれば全然できるんですけど、明日も早起きる。そうなんですよ、やばい、なんかガチやばい。でも明日は特会終わった後に、明日でもエキスポですよね、エキスポなら移動中寝れるから、いや絶品の席上手だったら中ちゃんたくさんいます。そう、長さがめっちゃねあれでした、上手ね、もうやばい。昨日もさ、昨日家帰ったらめっちゃいろんなところ蚊に刺されてるんだけど、やばくない？ゼップってそんなにさ田舎ですっけ全然都会やろ、めっちゃ蚊、やばいやばいやばい、めっちゃ本当にいろんなところ蚊に刺されまくってる、悲しい。嬉しいこと言うじゃないですか、みんな。明日トーク会です。明日はセタンティーです。今日もいい天気だね。今日のモーナセットたくさん盛り上げてね。あ、もちろんそれを盛り上げるんですよ。もちろん盛り上げます。YouTube って何時からでしたか？え、わかんない。9時とかじゃない？あ、11時？あ、意外と、いやでも早い早い。11時でしょ？ってことは、まあ、1時間から30分前に会場に着いたとしても10時でしょ。でエキスポまで遠いから、いやーでも結局家出るのめっちゃ早いわ、無理。小型は借りさせられるからね、らしいですね。いやなんか足ばっかだから見せれないんですよ、なんかこのくるぶしの右くるぶしの内側と外側刺されてて、膝も刺されてるんですよ、やばすぎ。今日400日だから夜も配信したいなって思ってます。ちゃんと寝てね、ありがとう寝ます。でもエキスポなら移動中寝れるから、でも一部は時間ないからメイクとか髪とか多分全部していかないといけないんですよね。困った困った、寝る時間があまりないとか充実してますな、まあ、そうですね、ある意味そうですね。なんかさ、まあ、この寝不足に耐えられる人間になりたいと思います。でも昨日買ったレッドブルじゃなくてモンスターがまだ残ってる、まだ残ってるか飲んでないんですよ。だからね、スカイゲップもう少し近くなりませんか。なりません、ならないです。前髪切ったの、かわいい？昨日2回見てました。めっちゃ2回見たんだけど、超上の方見てた。なんかあんま下手にの1階席に多分中坂のサイリウムを振ってる方がいなくて、まあ、いないなって思ってパッて上見た、上にいたんですよ。だからめっちゃ上見てた。明日の配信は夜、明日は夜です。
無理だけはしないでね。うん、大丈夫。あ、でも明確な理由が見つかったかもしれない。明確な理由なわけじゃないけど、自分が納得できる理由を見つけたので頑張ります。もう肌荒れがさ、もうやばすぎ、絶好調。何これ、いえ、みんなおはよう。でもサイリウムチームレスはまあぶっちゃけ見分けられないですよね。オレンジ白も青オレンジも全部見るのに見えちゃいます。いや、2階もあれでしたけど、髪に多かったイメージでした、昨日は。とか言って下手にいっぱいいたら申し訳ないんですけど、でもなんか中探し調べはめっちゃ上手にいた。上手と真ん中は、そうそう、あゆいさんの紫じゃないですか。紫一本ですよね。なんか今日すごいいい夢を見た気がするんですけど、そう、なんかすごいいい夢を見てたのに、あ、もう時間ないからって起こされて起きるやん。で、私の起きて一言目がさ、最悪な言葉すぎてさ、はい、ごめんねって思ってる。結構見えるもの、2階結構見えましたね。なんかわかんないけど、体感は ZEP 大阪より名古屋の方が近く感じました。まだ立ち位置覚えてない今日の。うまい、覚えます。立ち位置は覚えてなかったです。でも先輩が出てきたんですよ。いや、思い出した、ミナルさんいたね、ランさんもいたね。でも本当にいっぱいいろんな先輩に話しかけられる夢を見ました。あ、幸せな夢ですね。今日私が起きて一言目に放った言葉、キモですから。最悪すぎる。なんかこう、もう頑張って起きようと思ったんですよ。でも本当に起きたくても起きれないくらい、もう体重すぎたのと、まぶたが重すぎて、髪整えてない寝起きみたいな。それでなんか、もうなんかもう私は、あ、なんて言ったの、あ、キモって言ったんです。でもこれには理由があって、なんかもう本当に限界みたいな、限界だけど起きなきゃいけないから起きようと思って、起きなきゃと思ってこう起き上がろうと思ったら、こう誰かが寝室に入ってきたんですよね。で、私お母さんだと思って、あのお母さんがもういい加減にしなさいって言いに来たんだと思って、パッて起きようとしたら、なんかお父さんだったんですよ。でしかもなんかそれで、なんかミユの布団があって、お母さんの布団があって、お父さんの布団があるんですけど、なんかお父さん自分の布団に寝転がってきて、なんか、いや、まあ、なんかこっちは頑張って起きようとしてんのに、お前はまだ寝るんかって思ったら、なんかすごいなんか、え、みたいな、何してんのって思って、キモって言ってから起きました。最低、ごめんね、ごめんね。うん、お茶全部なくなった。かぬけ選抜おめでとう、ありがとう。ゼップのアーカイブ見てたけど、コメント欄で中坂みゆちゃん独占流れてて笑うと、いいえ、みんな中坂のことが大好きということで、まさかへんの。いや、でもさ、仕方ないべ。あ、でも本当に無意識だったんですよ。でも多分お母さんだと思って、こう条件反射的に起きようとしたのに、お母さんじゃなかったのに、まず一びっくりして、その後に、あ、お母さんじゃないっていうのと、寝に来たぞって思ったら、なんかすごいいろいろ何かあったんでしょうね。キモって言ってから起き上がりました。
今日も時間がないんですよね。なんか最近の公演の悩みなんですけど、なんか メイクのとメイクとリハの順番が変わってメイクリハになったんですよ。今まではリハメイクだったんですけど、メイクリハになって順番が、もうメイクリハだとメイクがもう全部リハで崩れちゃうから、そうそう、お、明日友人と、明日、待ってます待ってます待ってます。そう、でもこれも仕方なくて、なんか今までは劇場の楽屋でメイクしてたんですけど、その劇場の楽屋でメイクするとめちゃめちゃ人が集まって密になってしまうっていうことで、事務所ですることになって、で事務所ですると、そう、私メイク最後の人、メイクを一番最後にするのが大好きなんですけど、一番最初になっちゃうんですよ、後輩からになって。もうね、全然決めてない。今日はでも目立たない髪型にします。ワンちゃん昨日と同じ。いやでも分かんないな、ももがどの髪型をするかですね。なんかももはツインテールか、こうここを編み込みしたおろしにするか、三つ編みの途中がから普通のまっすぐみたいになるかのどっちかな気がするんですよ。だからそれじゃない髪型で、まあ、目立たない髪型にしたいと思います。いやでも主役に決めてもらうのは負担がすごいと思うんです。私もなんか長坂何したいって言われるんですけど、ね、なんかいやわかんねえみたいな、むずいなって思ってるので、どうしようかな、なんかストレート上がりなんですけど、どう思います か, てかめっちゃさメイクさんに驚かれた、めっちゃ髪伸びたくねみたいな、伸びたらしいです。ハーフツインかね、もっとハーフツイン似合いますよね。なんか中坂も昨日ハーフツインでもありじゃないって言われたんですけど、中坂さんハーフツインするとね、なんか個人的な見解なんですけど、個人的なあれなんですけど、ハーフツインするとめっちゃおもながに見えるんですよ。でなんかどちらかというとこういう顔が好きなので、なんか多分もともとおもながなんでしょうね。丸いですね、眉毛がなんかさ、ここをマジでなくしたくて、今この目眉尻を、あーやばい15分経っちゃった。でもっとお話したい、今日夜配信やる余裕あると思いますかね、どう思う。そう、それでね、なんかはい、なんかそのおもながが際立つんですよ、ここをやると。でも別にポニーとかしてもあれなんですけど、ハーフアップとかハーフツインするとすごいおもながに感じるの、自分の顔がね。生誕だから難しくね、でも15分くらいできたらいいかなって思う。ニャン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 、ももたんとお揃いだと、そのももたんをカメラマンさんが映しにくいと思うんですね。どういうことかって言えば、まあ、髪型ってさ一種の判別じゃないですか、今日はももたんがいっぱい映る日なので、なんか同じだとあれなの申し訳ないので、今日はシンプルなものにしたいと思うのでお楽しみに。オムライスさん402丁目、ワンワンさんハッパ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 ハート持ってるうさぎさん402丁目402丁目、アイコピョンさん402丁目、ナッキーさんハッパハート持ってるうさぎさん秋だね秋だね、お花さんハート、クロミちゃんさんお疲れお疲れ、ムルノックさんハート400日おめ、クロミちゃんさん400日おめ、かわいいピッピフープさん400日おめ、焼き鳥さん400日おめ、ハツさん、葉っぱ葉っぱ、ありがとうございます。あ、葉っぱも一個ありがとうございます。なんか、頑張れるような気がしてきた。目が覚めてきたので。いいことです。みんな頑張るぞー。おー、
まあおそらく中坂のファンの方の多くは今日 DMM で見る形になると思うんですけど、の DMM 越しからねモーターのことをたくさんお祝いしていただけたら嬉しいなって思うのでよろしくお願いします。誕生日プレゼントはね未だ悩んでるんですよ考えます。ちょっとじゃあ終わりましょう。なんかすいたんご今日何食べようかな、今日何があるかな。今日の中身73位は、パッカブブナブタのふんふんふんさんです。ありがとうございます。イエーイ、みんなすごい73位めっちゃギリギリを狙ってる方が多いですね。今日モモタン生誕、そうですモモタン生誕、ダンブレまだ渡してなかったんか。でもよく考えてください、モモタンの誕生日の頃はもうみんな家にいたじゃん、まあ、結構会いましたけど、それでもでもこのタイミングが一番なんか遅くても許されるタイミングだと思うんですよね。わかる？伝わってれば嬉しいです。で20から見ます、いきます、せーの、ふゆぴょんちゃんさん、もう一回、ふゆぴょんちゃんさん、おだんごさん、めーさん、ママさん、ブルドッグさん、キラキロピさん、イーカーさん、ありがとうございます。イエーイ、そうなの、みんな自粛してたからさ全然会えてなかったね。13位さん、ありがとうございます。リス顔、生意気、上村、ありがとうございます。12人さん、ありがとうございます。ウミガメペチペチャーン、11人さん、ありがとうございます。ヒヒーン、10人さん、ありがとうございます。クロミちゃん、8人さん、ありがとうございます。お花ポンポン、8人さん、ありがとうございます。ハムスターガリ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 、7位さん、ありがとうございます。ふゆぴワンワン、かぶってた、もう一回見ます。20位からいきます、せーの、ハツさん、ワンワンさん、イカ、もう一回、もう一回、ハツさん、ワンワンさん、イカさん、アイコピョンさん、ウミガメさん、ふゆぴワンちゃんさん、ブルドッグさん、ありがとうございます。イエーイ、 いいですね、テンポいいですよ。13位さん、ありがとうございます。ブブー、12位さん、ありがとうございます。ケロケロピ、11位さん、ありがとうございます。ヒヒー、10位さん、ありがとうございます。お花ポンポン、9位さん、ありがとうございます。ハムスターガリ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 、8位さん、ありがとうございます。ヒヨピワンワン、6位じゃない、7位、さあ、ありがとうございます。カキーン、6位、ちょっとごめんなさいね、さん、ありがとうございます。にゃんにゃん、5位、さあ、ありがとうございます。焼き鳥スーパクー、4位、さあ、ありがとうございます。クロミちゃん、3位、さあ、ありがとうございます。わさー、2位、さあ、ありがとうございます。キー、そして今日の1位は、ドクドクドゥドクドクドゥドク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 ドゥン、ダン、さんです。イエーイ、せーの、元気娘、ありがとうございます。ということで改めましてね、皆さん今日も配信を見てくれてありがとうございました。今日はモーターの生誕祭ということで、ぜひぜひ皆さん見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。長坂も盛大に盛り上げます。初73位狙ってたら見事に外した。なんか狙わない方が意外といける説ありますよね。難しい難しい。もしよかったらメール、ブログのチェック、大富豪とショールームのフォロー、ツイッターとインスタグラムのフォロー、アメブロのチェック、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、変わってる、73位も。おめでとうございます。ちょっと一緒にちょっと探しに行きます。あー、おめでとうございます。
頑張るかん。じゃあ終わります。あ、今日はちょっと豚肉ともやしのポン酢食べたら頑張れる気がするので買っていきたいと思います。せーの、バイちゃん、じゃんけんポン、初めてほい。今日の合言葉はもりもり、バイバーイ。今日のサイリウムは思ったんです。そうです、今日はあのピンクピンク緑でよろしくお願いします。バイバーイ。みんなも豚ポン酢もやし食べてね。バイバイ。食べてね。